氷川きよしプライベートのモノトーン、コーデ披露し、大阪に来たで。めっちゃ好きやねん。歌手の氷川きよしシ、47が30日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートのモノトーン、コーデを披露した。写真あり、金髪姿でマイアミビーチを堪能する氷川きよしプライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、黒のキャップ、ジャケットにダークグレーのスキニーパンツ、白のインナーにスニーカー、そして白のキャリーバック姿で新幹線のホームでポーズをとっているショットをアップ。12月20日、21日、22日新歌舞伎座でコンサート。そして12月26日、 二十七日にホテルニューオータニ大阪でディナーショーがあります。お楽しみに、と PR した。氷川は二千二十二年一月二十一日、翌二十三年から活動休止することを発表し、心と体が思うようにならなくなった、と理由を説明。今年八月十七日にデビュー二十五周年記念コンサートを開催し、一年八ヶ月ぶりのステージ復帰を果たした。 氷川ワキヨ海外で印象がらりな金髪姿美脚際立つ白コーデ披露で、オーラが倍増の声。モデルプレス2024-09-30、歌手の氷川ワキヨが9月29日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿美脚際立つ全身白コーディネートを披露した。写真、氷川ワキヨ美脚ちら見せ雰囲気がらりの新ヘア披露。 ヒカワキヨシ、マイアミビーチで金髪姿全身白コーデを披露。ヒカワは、It's Pretty Hot in リダ。o o i found a nice shop in マイアミビーチ、フロリダ良いとこですよ、キーナ、と綴り、アメリカ、フロリダ州のマイアミビーチを満喫するオフショットを投稿した。この時、ヒカワは金髪姿を披露しており、以前の茶髪から大きくイメージチェンジ。 また、全身白のコーディネートをまとってハーフパンツから美しい足を覗かせていた。氷川きよしの投稿に反響。この投稿には、相変わらず美脚で羨ましい、金髪に合う。白コーデでオーラが倍増している、本当顔整ってる、どこから見ても綺麗など、多くのコメントが寄せられている。モデルプレス編集部。氷川きよし 夏のフロリダでリラックス、良いとこですよ、と美脚ちら見せ。歌手の氷川きよしが29日にインスタグラムを更新。フロリダでのリラックスタイムを写真で公開した。別カット、弾ける笑顔のソロショット。氷川が、フロリダ良いとこですよ、と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、 白 T シャツにショートパンツ姿の氷川が美脚をあらわにしながらビーチサイドのレストランでくつろぐ姿や引ける笑顔でドリンクを味わう様子ビーチで海を眺めるバックショットなどを披露しているこの写真に投稿後およそ14時間で1.6万いいねが集まっている氷川清氷川清ヒカワキヨ七1977年9月6日生まれ 福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70箇所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のズンドコぶし。 で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳×ひかわきよし企画としてシングル、限界突破×サイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。